マルグリット2世は、フランドル女博、エノー女博。父は、ラテン皇帝にも即位した、ボードアン1世。母は、シャンパーニュ博アンリ1世の娘マリー。姉に、フランドル女博兼、エノー女博ジャンルがいる。1202年に、父が第4回十字軍に参加、出発した後に生まれた。姉ジャンヌと共に、母の貢献を受け、1204年の母の死後は、 おじのナミュールハクフィリップ、ついで、フランス王フィリップ2世が、後見人となった。なお、父は1205年に、ブルガリア皇帝カロヤンヨハニッツァに敗れて、国死もう一人のおじアンリが次のラテン皇帝に、即位している。1212 12年に、アベーヌハクブシャール4世と結婚、ジャンをはじめ3人の子を産んだが、ローマ教皇から婚姻の無効を申し立てられ、 1221年に結婚関係を解消。1223年にダンピエール博ギオーム二世と再婚。ギオーム、ギーラ五人の子を設けた。1244年に姉がこのないまま没したのでフランドル、エノーを相続した。しかし同年にギオームにフランドルを継がせようとしたため、ジャンが反発して紛争を始めてしまった。1246年に ルイ九世の朝廷を受けてフランドルは、ギオーム、エノーはジャンが相続すると取り決められたが、マルグリッドは1247年に、ギオームにフランドルを譲ったものの、ジャンにエノーを渡さなかったために、再び先端が開かれ、1251年のギオームの死、1253年のギーの敗北を経て、ジャンが名実ともにエノー博となった。ところが、1257年に、 ジャンが急死、マルグリッドが、エノージョ白に復位した。イゴフランドルは1278年に、ギーに譲り、エノーは1280年のマルグリッドの死後に、孫のジャンに受け継がれていった。アベーヌ博部シャール4世との間に、以下の3子を設けた。ダンピエール博ギオーム2世との間に、以下の5子を設けた。ありがとうございます。